はい、村ですね、ポーランドのクラクフにいます。クラクフですね、1608年まで、首都があった場所です。なので、ね、日本でいう京都みたいなことですね。で今いるところがですね、旧市街から花を分かれてですね、 川があって川を渡ったところに漫画館、ね、日本漫画館という建物があります。博物館ですね。でコロナ禍にはですね、日本のことを大好きでですね、で日本の美術品ですね、集めたポーランド人の人がですね7000点ぐらい集めたんですけど、その美術品を展示してある場所ですね。もともと他のところに飾られたみたいなんですけど、その収集支援者が亡くなった後ですね、それに関してです、関心を持ったポーランド人の人がいて、それを集めてですね、ここで、美術館、博物館開いた感じですね。まあ、立派なこの建築様式、この建築したのは日本人らしいんですけどね。でここに集めた人ですね、収集した人ももちろんいろいろと賞を見てもらってるんですけど、収集しそれをさらに集めてですね、ここを開いた人っていうのも日本の天皇陛下からですね、日本の政府からですね、勲章みたいなのもらってます。